ターがゼロになった瞬間、なんとトイレの床が反り上がるのか。そこに男が寄っていく。入ってくれるのか。入った。何も知らず鍵をかける男。カウントダウン開始。ベンチに座り彼氏が出てくるのを待つ彼女。パンツを下ろししゃがんだ。まずは成功。続いてやってきたのは中年男性。何やら躊躇しているが、入った。そして慎重にドアの鍵をかける。カウントダウン開始。お尻を出すがすぐさまズボンを上げ始める男性。しかしこの時彼の目に映ったもの、それはおばさん3人組。彼は身動き一つせずバスの口を通り過ぎるのを待っていた。ついに3人組の男女。小走りにトイレに向かう男性。入った。とここで帽子の女性もリュックを下ろしトイレに向かった。入ってしまうのか。ドアを開けた。なんと髪をもらいに戻ってしまった。その時、お尻登場。お尻を見て笑い転げる女性。お尻を出しておどおどする男性。どないなってんのこれ。そしてお尻退場。やってきた一人の男性、まんまとトイレに入った。手間取りながらも鍵をかけ、カウントダウンスタート。ズボンとパンツを一緒に下げしゃがみ込む。とその時、今度は二人組の男性。談笑を交わしながら何も知らずに二人ともトイレに。カウントダウン開始。大パノラマに下半身を晒した二人はなぜか笑い続ける。そしてさらに我々はグレードアップした特製簡易トイレを監視小屋脇に設置。まずこの男性でどこがグレードアップしたのかお見せしよう。何も知らず男がトイレに入る。鍵をかけるとカウントダウン開始。ここまでは先ほどのトイレと同じだが、なんと床が水上スキーになるトイレなのだ。まず最初にやってきたのはカップル。男が彼女にバッグを手渡しトイレの中へ。カウントダウン開始。とその時、彼女がトイレの異常に気づいてしまった。だがもう遅いのだ。とっさに排水管パイプにつかまり、そのまま海へ引っ張られていく。そして水上スキー。波しぶきを浴びながら便器は沖へと進む。心配する彼女は上手に乗ってると思いきや転覆。続いてトイレを目指して走ってきた男、慌ててトイレに駆け込みカウントダウン開始。これはまずいだ。かなり急いでいるのか一気にパンツを下ろす。そしてほっと一息。
合格した皆さん本当にごめんなさい。あ、おかしかった。